第10代ダートマス伯爵ウィリアム・レック・フカはイギリスの政治家、世襲貴族。1962年から1997年にかけて儀礼称号としてルイシャム死爵を称した。ウィリアム・ダートマスとしても知られる。2009年欧州議会議員選挙でサウスウエスト・イングランド選挙区から選出。2019年まで欧州議会議員を務める。 イギリス独立党所属の議員として、2010年から2018年まで貿易担当の国家大弁者を務めた。2018年、党首のジェラルド・バッテンへの不満を理由として、ユーキプを離党した。レックや紋章第9代ダートマス伯爵の長男として生まれる。母は、レイン・マッコーコ・デ・ールであり、ロマン派の小説家、バーバラ・カートランドの娘にあたる。 母レインが第八代スペンサー伯爵と再婚したため、ウィリアムはダイアナ妃の義理の兄弟の間柄となった。イートン校を経て、オックスフォード大学のクライストチャーチに進学。同大在学中には保守派の学生団体のオックスフォード大学保守協会、ディベート団体のオックスフォードユニオンの役員に選出された。同大卒業後はハーバードビジネススクールで学び、 経営管理学習士を取得している。1974年に直居会計士に登録された。1997年に父の死去に伴って借位を継承した。2018年9月、新党首のジェラルド・バッテンへの懸念、特に攻撃的な同性愛権をと反イスラム的な抗言を理由としてイギリス独立党を離党した。ダートマス伯爵は、 バッテンが率いるユーキプの極右成功、極右団体や奇妙な人々の支持を非難した。白爵は他の政党には参加しないと確約した上で離党した。2019年までの選挙期間の残りの期間、イングランド南西部、ジブラルタル地域の代表として、無所属で欧州議会議員を務めた。2009年6月、メルボルン出身の下モデル、 フィオナ・ギャンベルと結婚した。フィオナの最初の夫のマット・ハンベリーは、ルパート・マードックの甥にあたる。二人は、その後離婚した。ダートマスには、英国映画テレビ芸術アカデミー賞を受賞した、テレビ制作者のクレア・カバナーとの間に生まれた息子、ジェラルド・グレン・カバナーレックがいる。なお、ダートマス伯爵の推定相続人は、第10代伯爵の弟で作家のルパート・レック閣下。 ありがとうございます。